皆さんこんにちは。テレビアニメアイドルマスターサイド M セム狭間道夫役の伊藤健人です。皆さんこんにちは。テレビアニメアイドルマスターサイド M セム前谷役の榎木慎也です。皆さんこんにちは。テレビアニメアイドルマスターサイド M セム山下二郎役の中島よしきです。第5回目の収録後、サイド M は我々セムの3人でお届けいたします。お願いします。収録ゴー、はい、ということで5は撮り終わりましたけど、はい、いやーやってまいりましたね。ついに、ついにね、あのね、ね、1話から4話までやってきました。どうでした？いやでも実際演技するより歌ってる時間の方が今まで長かったからそう、ね、このアニメでねまた改めてなんか演技して不思議な感じだよ ね、 ちょっと不思議な感じで、ね、なんか改めてね、てみんなとマイク前でこうやって、仕事するのも不思議な感じがしたりとか、そう、ね、おかげさまで楽しい収録ですけれども毎回、ね、毎回ね、賑やかですね、人数も多いですし、結構笑いの絶えない、なんか、ね、いい笑わせで、お父さんがいつも笑わせてくれる。まあ、あとは白井くん、白井さんがね、面白いんだよ。白井くんのガヤです、ね、もうね、白井さんの春菜以外の白井さんをちょっと探してみてほしいね。いやでも本当にああやってね、仕事を一つ一つ勝ち取ってきたんだなって思います。白井さんに関してはあれは悪目立ちって言うんですあれ悪目立ちですね。そう、まあ一体ねどこまで使われてるか分かんないですけども、そうですね、まあちょっとゴアのことについて、ゴアについて話します。内容はねあんまり多くは言えないんですけれども、まあ、いやね、だから今までに比べたら急に喋り出したから、そう、3人ともね、浅間さんは特に大変だったんじゃない。そう、でも漢字が多くてリーダーですし、浅間先生ですからね。それ言ったら俺英語が多くてね。そうなんですよ、中の人の苦労はいいんですよ、ね、山下くんはあんな感じだし、そう、ねね、大変な、結構大変なことになってたね。大変なことになっちゃいましたね。まあでもまさかあんなことに、皆さんお待ちかねの、そう、はいはい、あれがね、あれ出ましたよ。いや出ます、まさかアニメであれが見れるなんてって皆さん思うんじゃないですか、うん、プロデューサーの皆さんもね。ちょっとなんかやっててもなんかちょっと感動ものでしたよね。いやね、どうなってるか、その出来上がった映像がね、はい、ちょっとあの収録の時の映像がちょっと面白い感じだったんで、そのうち ね、おいおい、まあ、これはね、どっかで言えたらいいな、そうされたらどこかでお話できる機会があればいいなと思います。まあ、でもアニメになってね、動きがついて、いろんな人とこうアフレコして、またキャラクターたちがね、アイドルたちが、幅が広がったなと思います、僕は。あんなに大きい声で二郎が喋ったのが初めてです。狭間先生も初めてかな、声を張ったのが初めて。二郎ちゃんって、それは、で、ところどころでアドリブかますルイがいたりとかするわけです。いろんなルイが見れる。いろんなセムが見れます。そんな第5話はですね、今週の土曜日より順次放送です、はい、次回の収録ゴーサイド M は誰が担当なのでしょうか。そちらもお楽しみに。ということで以上収録ゴーサイド M でした。それでは皆さん放送をお楽しみに。サイド M ブルーレイ &DVD 第1巻12月27日発売決定。初めての CM のお仕事、緊張します。1巻買わないといかんってな。くだらないこと言ってると降ろされるぞ。そんな言い方ないだろ、大体お前はいつも。うるさい、特典がたくさんあるんだ。告知時間がなくなる。あ、もう時間切れみたいです。アイドルマスタープロローグサイド M エピソードオブジュピターのブルーレイ &DVD が発売決定だぜ。俺たちジュピターのゼロからのスタート、ちゃんと目に焼き付けとけよ。応援してくれるファンがいる限り俺たちは立ち止まらねえ。目指すはトップアイドル、それだけだ。11月22日発売。これからよろしく頼むぜプロデューサー。